こんにちは、土の子です。今日もね、進んでいきましょう。京都府から、金閣寺と、なんだっけ、舞妓さん。よし危なげないね、まだまだ。新たなキャラクター出現、猫トカゲ。多くの敵を攻撃できる遠距離型キャラ、単発だけなら攻撃力をピカイチ。さあ次は奈良県いきます。奈良は大仏ですね。そしてセントくんがいるのかな、これ。よし、やっつけました。次三重県、これはどこだろう。和牛、三重は和牛だっけ。はい、危なげないですね、まだまだ。粗悪な牛ゲットゴミじゃないか、粗悪な牛って。さあ次滋賀県、お近いね今回。ちょタンクを出しとこう。おお、出た出た出た、赤キャラ、赤キャラ用に、なんだっけ、猫、魚猫みたいな。よし、はい、勝ちました。文福茶釜かな、タヌキはい、どんどん行きましょう。福井県、行け。おお、すげえ一発で飛んでったはい、危なげなく勝利。普通のメガネゲットお、また新たなキャラクター出現、毎日ボーナスゲット。巨神猫取得、全基本キャラゲット、すべての基本キャラクターの入賞おめでとう。目指せクラスチェンジ、キャラクターをレベル10までパワーアップさせて真の姿へとクラスチェンジさせるのだ。巨神猫超絶破壊力&強靭な体力を備えた最高級のキャラ。へえ。あー、でも相当経験値が必要ですね。皆さんから教えてもらったタンク猫をちょっとレベル上げときましょうか。1,5,6,7,8,9,10、レベル10へ達成おめでとう。キャラクターがクラスチェンジしました。猫壁猫壁になりましたこれでも多分使えるね。それじゃあ編成で巨神猫入れて、次は石川県。石川誰、誰だろうちょっとわかんない。野球選手か、有名な野球選手いたんかな。ゴジラってこと、ゴジラの出身地。石川県はこれ以外ないんでしょうかはい、勝利しました。本当に危なげないね。猫缶ゲット、トレジャーチャンスが解放されました。トレジャーチャンス中はお宝出現の率が2倍。へえ、ちょっとどんどん進んじゃいましょう。愛知県、お、金のシャチホコ、早い。よし、まずは壁だ。いいぞ、耐えてくれ。もう一個壁出しとこう。守ってくれ、まずは。お、すげえ強い、ワニ倒しちゃった。猫壁強いね。あ、やられちゃった猫壁強いな。オットセイ強い、オットセイじゃない、アシカじゃなくて。いけ、
よし、すげえ顔でこっち向かってきたけど、よし、巨神猫出すぜ、いけ出たおお、すげえ殴ってる逃げバーン、強い強いワニたちが一発だぜ、これはもう圧倒的だね、ボッコボコにしちゃった金のシャチホコ、完全勝利でございます。粗悪な味噌ゲット、お宝じゃないそれ牛猫ちょっと使えるのでパワーアップさせておきましょう。10と経験値不足、あと1回だね、岐阜県行きたいと思います。はい、猫牛出現、強すぎるマジで。さあ雪国だね、岐阜ってこんなに雪降るっけ。あ、白川郷だね多分ね。おら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 、強すぎる。はい、完全勝利、ついえ。上やると神様がありますね、神様を取得しときましょうか。神様の力を発動させることができるようになりました。さ、神様も使っていこうか、まあちょっと危険そうな時は使っていきましょう神様。で次は富山県行きましょう。神の奇跡を信じるかい、下画面の真ん中のボタンをタッチすると神様が登場、ピンチの時は神の力を借りるのだ。おお、神様はいつでも出せるんですね。さ、富山県はイカなんだ、強すぎる本当に、神様を使う暇はない。よし、やっつけました、レアチケットもゲット。次は静岡県、お、富士山ですね。猫牛のレベル上げたのがやっぱ相当効いてるね、めっちゃ攻撃力上がってんじゃないかな。おお、出たマジか、ゾウが出ました、いけ、まずは猫砲で、いやー、やべえ、よし、こっちも猫巨人だ、ちょっと引いて猫巨人出しました、やべえ強い、これはちょっと危ういね。神様呼ぶか、神様呼ぼう、呼んだ、僕神様だけど、初降臨神様キャンペーン、神の力では猫缶が必要だが今回は猫缶なしで神の力を体験、下画面のアイコンをタッチだ。神の力、1分間キャラの連続生産が可能になる、働き猫のレベル&お金も最大、力発動、承知した、神の力とくとご覧あれすげえ、本当に神様だ、顔だけ猫何これ、一番最初の猫だこれ、いっぱい出てきたけど、1分間、おお、お金、お金マックス、出す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 よ、さて、よし、発射、おお、やったこれ圧倒的な強さになったんじゃないでしょうか。強いね、確かにね、巨人猫とかゾウ強かったな。でもいや、素晴らしい、お金の貯まり速度だ、いや、もう圧倒的な強さになりました。はい、猫缶ゲットとお宝、普通のお茶ゲット。さて次は山梨県ですね。よし、牛猫行け、
どん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 猫牛を召喚するぜ。よし、巨神猫もたどり着きました。これは富士急ハイランドかな。猫館と猫館だけね。さて次は長野県行きましょう。お、いきなりワニが出てきましたね。これはちょっとガードしときましょう。まずは壁だ。猫壁、やばい。猫壁をどんどん、猫壁どんどん出すよ。いい壁役になってくれますね。おお、ゾウ来たね。これはちょっとゾウが怖いですけど、発射しとこう。まずは巨神猫も出して、うわ一発、やばい。ちょっと防ぎ用に100円の猫壁をたくさん出しとこう。よし、ゾウもやっつけましたね。さて長野県はそばかな。これそばが有名なのかな。そばというとどうしてもね、盛岡のあのわんこそばを思い出してしまいます。いいね、巨神猫強かった。はい、楽勝でしたね。猫缶ゲット、猫缶5個ゲット。さて次は新潟県行きましょう。いきなり赤ボスですね。赤ボスは確か魚猫じゃなかったっけ。まずはちょっと防いでお金貯めましょう。まずはせき止める。おお、ウサギも来た。新潟県はお米の町ですね、確かにね。ちょっとこれは防ぎ要因をたくさん用意しましょう。瀬戸際外交、瀬戸際だ。よし、発射。おお、ウサギは一発で沈みましたね。そして赤ボス用に、猫魚、よし、もっと防御、防御厚く、格子も行くか。おお、ウサギが飛んできた。巨神も出すよ。赤ボス用の猫魚、ちょっと名前忘れちゃうないつも。発射、ダダーン。あれ、巨神猫も倒れちゃったの。さあ圧倒的な力で攻め込み始めました。ここまで来たらさすがに大丈夫でしょう。新潟県も制圧。猫缶と普通のお米ゲット。普通のお米か。さて次は神奈川県ですね。神奈川県は、中華街か。これはちょっともう力押しでいけちゃうかも。猫牛の、あ、やばい、ね、にゃんこ超発射。ゴリラがちょっと厳しいかも。うわ、出た、ゴリラが山ほど出てきた。やばい、どん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 来たね。ちょっと猫壁も、うわー、あっという間にやられちゃう。猫壁早く、こんなに急に来ると思わなかった。よし、巨神猫も出すよ。赤いやつ用のやつも出す。死猫発射。よし、どん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 行くぜ。よい、勝ちました。まだまだいけるね。粗悪な干物ゲット。なんだよ粗悪な干物って。はい、また統率力がこれであれかな、なくなったので、次は千葉県ね、行きたいと思います。猫壁本当に良かったね。で、牛猫もパワーアップしちゃいましょう。牛猫が猫キリンになりました。さあそれじゃあね、次回もどんどん進めていきたいと思います。それじゃあ土の子でした。